38年ぶりの日本一に阪神百貨店のスタッフらも喜びを爆発させます。もう嬉しいね。嬉しいですね。こんな嬉しいことないです。本当にこの瞬間を阪神百貨店で迎えられて本当に幸せです。と喜ぶのもつかの間、翌日からのセールに向けて準備開始。9月のリーグ優勝の際もかなりの盛り上がりとなったため、グッズや特化品など品揃えも豊富です。タイガースが38年ぶりに日本一になったということで、虎と竜の置物2つで380万円ということです。もともとは2つで450万円以上する水晶とアメジストの縁起物も70万円引きと思い切った値下げです。歓喜に沸いた日本一から一夜明けた今日、阪神日本一を祝って巨大な垂れ幕が掲げられています。ビルの側面に掲げられたおよそ38メートルの垂れ幕、日本一の文字が存在感を放ちます。阪神電鉄の福島駅地下の改札近くには、球団史上初めて選手と指揮官で日本一になった岡田彰布監督を筆頭に、V 選手の等身大パネルがずらり。早速写真に収める人の姿が。行きます。3、2、1。最高です。そして阪神梅田本店では、どうぞ。午前9時20分、開店時間を40分早め、セールが始まりました。38年ぶりの日本一を記念した特別商品、アレガトーワインや、38になぞらえて3800円のパイン飴入り福袋。さらに、毎度毎度。こちらカナダ産のズワイガニは瞬く間に完売。他にも物価高で縁遠くなっていたイクラやタコも特価とあって次々とお客さんの手に。安いの買いました。もう空バンバン剤です。はい、あれであれが買って嬉しいです。売り場は人、人、そして人。この熱気に経済効果を期待する声まで。岸田総理の経済政策よりもタイガースが優勝した方が絶対に効果があると思う。まあ、東京はもしかしたらしらっとしてるかもしれないけど、この雰囲気をこれから東京に持って帰るんで、任しておいてください。こちらは日本一早いマジック点灯で知られる尼崎中央商店街。どうぞ、おめでとう。マジックナンバーのボードに日本一が掲げられ、セールがスタート。地元で人気のかまぼこ店では、天ぷらが半額以下の1枚100円に。メガネ店では通常3800円のサングラスがなんと9割引きの380円となるなど、商店街を挙げての盛り上がりを見せています。あ、似合う。似合う。嘘。めっちゃかっこいいです。かっこいい。いい買い物じゃないかな。売る側も再三度外視の記念セールです。38年ぶりやから、ここに店がある限り阪神が優勝したら赤字ですね。はい。一方こちらは大阪ミナミのラーメン店、先着100人限定でスタッフにある言葉を伝えるとラーメン一杯が無料に。あれのあれおめでとう。ありがとうございます。合言葉はアレのアレおめでとう。普段は1杯740円のラーメンがただとあって、次々とお客さんが訪れます。キャンペーンは今日1日限りです。店内でスタッフに渡してきました。アレのアレおめでとう言いたくてきました。美味しいです。おめでとうございます。三宮の焼肉店も負けてはいません。
こちらの店では定価980円のカルビが期間限定で38円で食べられるということです。3日間限定、刺しがたっぷり入ったカルビが1皿38円という破格のサービス。実は店長の岡本さん、24年前に高校からドラフト3位で阪神タイガースに入団した元投手で、2軍時代に岡田監督の指導も受けたことがあるそうです。それゆえ日本一の喜びもひとしおなんです。岡田監督胴上げしてるところも見せてもらってすごく感動しました。こちらのお店にもね、阪神のファンの方よく来られて、まあ、みんなで阪神の話して盛り上がってくれているので、そういった方たちにもね、恩返しもしていきたいですし。